はい、どうもタンタンです、今日はこちらのギターかのようなルックスの一本をご紹介したいと思います。これでもね、ウクレレです。エピフォンから出ておりますレスポールウクレレ、コンサートサイズですね。はい、こういった感じで、まあレスポール、まあ、言わずと知れたギターの、まあ、王様と言ってもいいでしょう。エレキギターのね、もう本当に大人気モデルレスポールのそのままウクレレに落とし込んだ、そんな一本でございます。こういった感じで、まあ、このレスポールウクレレ最大の特徴というかね、嬉しい点なんですけれども、やっぱりねこれエピフォンブランドなんですけれども、まあ、ギブソン社がレスポールって出してるんですね。でエピフォンっていう会社はギブソンの傘下におりますので、なのでこのレスポールっていう名前はちゃんと使えるんですよね、このロゴで。はい、他の会社はだいたい LP なんとかとか、うまくお茶を濁してるんですけれども、レスポールという名前ちゃんと使えてると、それが素晴らしいなと思います。はい、でこのタバコサンバースト、ヴィンテージサンバーストかな、 VS っていうカラーネームになるんですけれども、こういったちょっと渋めのこちらはサンバースト、この他にねチェリーサンバースト、こちらのカラーもありますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいなと思います。はい、でまずはまあ、生音ですね。しっかりとこう箱にもちろんなってます。はい、トップにはメイプルサイドバックはマホガニー、この仕様なんですけども、ちゃんと箱になってるので生のウクレレとしてもしっかりと、非常にしっかりと生音でも楽しめる、家の中だったらもう十分すぎる音量かなと思います。で今こう弾いてって分かりましたが、ウクレレの場合ですね、ポジションマーク、通常他のウクレレメーカーみんな 3はないかな、5、7、ここ10ですよね普通ね。で12っていうのがウクレレのパターンだと思うんですけども、エレキギターギターの場合は基本が5、7、9で12なんですよね。でこれもまあそのギターのデザインをそのままになってますので、9フレットにポジションマークがあります。これはねウクレレだけをずっと弾いてる人にとってはちょっと最初紛らわしいというかな、そんな感じかなと思いますんで、このウクレレを弾くときだけはちょっと気をつけていただければと思いますね。といった感じ、まあ、生音もちろんで、こういったルックスですからもちろんピックアップもついてるわけですよね。こんな感じで、まあ、生音もね非常に、生音ピックアップの音かもう使いやすい感じで、そんなに癖がなくてすっきりと出てくれる、そんなイメージかな。このサドルの下にセンサーが、ピエゾセンサーが入ってるタイプで、どちらかというとまあシャキッとハイの、抜けるような感じの音ではあるんですけれども、イコライジングとかしてもらえるとさらに使いやすい、もうちょっとウォームな感じの音を作れるかなといった印象ですね。でパッシブタイプ、電池とかを使わないプリアンプがもともとこの中にはついていない構造のピックアップシステムになってますんで、ちょっとやっぱり若干このハムノイズ、ジーっていうノイズはあるかなと、こうアンプに直でつないだ時なんかは若干感じますけれども、この辺りはまあ間に何か挟めばもちろん大丈夫ですし、このアースはね、このジャックとかプラグを触ると落ちるので、まあなんかうまく加工してもらって自分が触るところに何かつないでもいいですし、そんな感じで、
工夫して使ってもらってもいいのかなと思います。ということで、こちら、はい、エピフォンから出ておりますレスポールウクレレコンサートサイズですね、はい。まあ、なんといってもこの見た目ルックスがかっこいいですよね、はい。でなおかつこの価格っていうのが驚きなんですけれども、こういったちょっとピックアップ付き、このスタイルレスポールスタイルがもちろん好きな方もいいと思いますし、ピックアップ付きのウクレレっていうのを単純にライブ用とかで探している方なんかにも、使いやすい、そんな一本なんじゃないかなと思います。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。